どうも、ハラミ職人のゆうと、いじりと、ホストです。さあ、お久しぶりです、ボス。元気してた、はい、元気です。え、あの、ハンターが一本の方ですよね。あの方がなんと今日スペシャルゲストで来てくれました。あの、非常に不安です。ハンターや、ハンターや、ハンター、やばいやばい。ハンター、こんな感じ。いい？巷で噂になったね。弱さ？なんなん弱さ？近くのお好み焼き屋さん弱さ？美味しい匂いが通してます。通してます。水一本で来てやめようか。これ一本で来てます。これ一回止めようか。本日の企画。はい。質問を見ずにお悩み相談。ない、なるほどね。もう大丈夫かお前も。何？なるほどね。情報機械やばい、ね。やばいです。ケイト助けて。ケイトさん助けてくれ。お前が来おへんからやぞ。ほんまお前でやるつもりやってんぞ。質問を見ずにお悩み相談ということでですね、まあ、いろんな YouTuber がやってたそのダダンって言って質問に対して適当にバーって回答するっていうのも結構バズった企画としてあると思うんですけど、うんうん、今回僕たちお悩み相談ということでなんか悩み的な感じにして質問っていうのをそれに対してあそんな時はこうこうこうしてくださいっていうその相談解決になるような提案をするっていう企画です。なるほど。で今回これということで、はい、バケツを用意しましたので、はい、臭い。めちゃくちゃ臭い。臭い臭いね。これローションの匂いするよ、ほんまに。うん。そうなの。なんか変なことしたかお前。バケツで。バケツを。バケツいっぱいにペペを入れてなんかしたか。こうからこうでしょ。ぬるぬるのコースしてるやん。こう両サイドの。すごい量へ。何して何が行われたの、このベッドで。寝るかも。かも。これは。マジで臭いです。犬麻薬犬みたいなこと、匂いで行くんやお前。エロ犬、そのそういう汁だけ反応する犬笑っとんの。というわけで本日の企画やっていきました。やるかー。資金お前資金あんの。資金な。お前が嬉しそうやな。ちゃんと突っ込まれて。あと歯磨いた方がいいぞ。え、口臭い。え、歯磨いた方がいいぞって。あの前歯に胡椒おる。ガリ、いや胡椒ガリじゃなくて、うん、だからまあもうあっち行って質問答える人はもう一人でで二人で耐えるという形になるんで、うんうんうん、それでは本題企画やっていきましょう。バーン、チャンネル登録してな。トップバッターボスでございます。未知数でございます。こんなのは、はい、初めての企画ですし、トップバッターをもうボスにやらせてしまおうという。もう早めに消費しとこ、こんなのこんなやつどう言われてるよ。じゃあ俺とヒジラ口含みます。はい、うん、はい。この質問やな。まあせやな。まずこれせやな。まあいいと思う、いいと思うねんけど、とがなあかん。まずとがなあかん。切れ味が悪いね。それ研いでからじゃないとやっぱ切れ味悪いし、まあ、でも研ぎすぎてもね、手とか怪我しちゃうかもしれないから危ないよね。でも研ぎす、やっぱちょっとでも研がれてないと。うるさいって。え、何人研ぎすぎてあかんの。研ぎ、切れ味研ぎすぎてあかんの。研ぎすぎてあかんの。はよ、いけって。うん、うん。OK。あ、遅いわ。ちょっと走らなあかん、もうちょい。もっと、遅い。そう、2秒足りてないから、もっと、まあ、2分ぐらい前に家出たら、全然間に合うから。それはもう、な、次が気をつけれるから、まあ、大丈夫だよ。これ、あ、これか。まあ、これは、まあ、せやな。引き出しに、やっぱこう、あの、重曹隠しといたると、とてもこう、効果的ではあるよね。これ、せやな、これは、あ、こ、いや、それやったらこの、切れ込みとか入れたら。どういうことやねん。あ、これ、角っちょ燃やす、これは。これか、これ、あ、あの、玉止めせな、ちゃんと。仮で。玉止め。こう、玉止めって。みたいな。みりん。絶対足りてない。みりんが。これみりん足したら大丈夫。だいぶ濃く出るから。うん。まあ、ほんま、振られんで。え？あ、まあ、靴紐ちゃんと、結んだ方がいいと思う。完全に。はい。あ、なるほど。これは、数珠が必要やった。その、拝む際にね。やった。
数珠が必要、完全に数珠なかったらやっぱあかんやん、これ誠意が頼む、誠意が頼む、あ、そうなんや、うん、これか、一旦県外、電波ない山奥に行かなあかんわ、これは、うん、うん、そうして、そこから、うん、下山してほんで、コンビニ、うん、コンビニに行って、あの、ハサミ買った方がいい。黙れよ何言うてんねん、ゆっくり。ちょっと何言うてんねん。質問なんなん一回来たら分かる。分かる、ちょっとむちゃくちゃ言うてんねん、お前。ほんまに、ほんまに。ぷっぷー。はい、ということでですね、2番手ひじりくんということで。いや、さっきの見てね、はい、もう山張って、行くしかないと思いました。もうこういうの、そう、こうやなっていうの。うん、笑ったらあかんで。うん、いきます、うん。はい。これ、まず、皮膚科行きましょう。そう、ニキビ面じゃできひんわ。浅はか、考えが。そんなんじゃダメよ。まずニキビ直さな。アクネがいらない。アクネを取り除きましょう。こんなん、551の豚まん買ってたらな。買ってたらな。こんなん。そしても安らかなるから。大体の人間収まるから。ここは。一番いない。そうなん？え？そうなん？一番無理や。一番俺。次、はい。はい。次。ヒサロ一択やん。ヒサロ行けば解決するやん、そんな。男なんか。やばいだ。タイ行かな、これ。一回タイの世界遺産見に行かな、これ。やったら全部解決するやん。タイ行ったら全部解決する。これ、アトム法律事務所行かな。岡野武史が全部知ってる。解決方法、これ。岡野武史にお任せあれ。刑事問題になるから、これ全部。これ、よう来んねん、俺んとこにも。うん、これ、一回、うん、いとことディズニー行ってみ。全部解決するから。いとことディズニー行ったことないやろ、みんな、意外に。うん、意外に、うん。うん。ちょっと多めに歯磨こうか、ここ。はい。ハンドスピナー、しましょう。みんなで。みんなでね。うん、これ、どうしてまおうかな、うん。借金しましょう。これ、借金した方がいいわ。一回。一回借金したら全部解決する、これ。そこまでして俺、これ、解決したいと思わんわ。どんな内容だとしたら。はい。うん。戸締まりしてる。戸締まりせな。これ一回戸締まりしてない、ちゃんと。大吉出るまでおみくじ引こう。この時は。大吉出るまで。一回ね。何やろうなぁ、これ。ロバの刑な出てみ。この時。わからんけど。終わりました。終わり？プップー。どうやった、ボスは。ほんまに、だるすぎる。いや、俺ら毎回ぐらい吹いてなかったの。え、当たってたやつは？何個かあんねん、実は。あるんやこう、ある、え、ある？なんで分かれてんねんそろそろ登録してるよね。ラスト U ということで、はい、どんな質問か大体、まあ、ランダムやけど、うん、もう自信持って答えちゃってください。分かりました。じゃあ含みます、含みます。うんうん、はい、出ました。これね、よくあります。これとにかく明るいところでやってください。まず明るいところで、なるべくで、周りの目を気にしないこと、これが一番大事です。これをやるの、何を、どういうこと。あー、これね、これカミソリより電気シェーバー使いましょう。絶対絶対そっちの方が関係がないぞ。安全性を確保する。そうなん、うん、そこそうなん、この差なんや、うまい。絶対気をつけて、なるべくね、これなるべく肌を出さない、長袖長ズボンがベスト。長袖長ズボンで行こう。絶対に。見たことない、そんなん。用意周到っていうことで。多いけどな。これは。そうなん、絶対。なく。あー、これどうしようかな。法律勉強しようか、一から。一から。法学部とかの友達がおったらいいけど、か、どの強いメガネに変えましょうか、一回。いきます。はい、出た。これはいけます。うん、派手なパンツです。一番大事。派手なパンツ。これが一番大事。うわー。ちょっと、うん、多めに、愛の言
捧げてあげましょう。多めに普段より。そんな求めてないよ。普段よりね。全然そんな求めてない。たまには、ね、いらないいらない。でいつもよりちょっと好きとか愛してるとかっていうのを言ってあげた方がつながりますから。うわーこれどうしようかな。ちょっとこの日から腕立て伏せとかルーティンにしましょうか。ちょっと腹筋腕立て伏せは一回やっていこうか。うん、あありったけの乾物を求めてます。多分だからそうやな乾物やねなるべく多く家で乾物とか始めてもいい。干し始めてもそういうとこや。これはもう素振りでしょ。素振りやる。素振りするだけでいいでしょ。問題は解決するでしょ。それだけで。素振り。少年や。女子野球。素振り命。うん、うわうん、冷蔵庫で3週間ですね。これは冷蔵庫で3週間冷凍庫で1週間半意外と冷蔵庫の方が持ちます。どんな質問やと思ってんねん。これはねなんていう質問やと思ってんねん。あとは長いハンガー買ってください。それだけでいいです。それだけでいい。なんでそれとそれが一緒やねん。問題が怖いな。ええー、よーいや、これ怖いわ。部屋がびしょびしょです。なんでバケツ用意したのに。やばいこれ。やばい。お前、いらんもんつけ出してるわ。全然いいよ。その、もしくはが、あるやん、もしくは。もしくはが0点。どんなに抱くな、それ。その、いや、なんか、代わりになる。こっちでもいいよっていう。なんだ、冷蔵庫で3週間と、長いハンガーが、その同じ枠になる質問何どういう質問だと思う。何やったらそれ一緒になる。一番だるかったんがあの失恋から立ち直るにはで素振りって言ってたから。熱血感やな。やけど熱血感やな。偉い。おりそうやけど。ありがとうございました。面白い。花火職人。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。もうびしょびしょです。あのコメント欄でどの矛盾が一番好きか教えてください。本当そうですね。まあ、これ好評でしたらぜひね。これ無限にいけるんだ。そうそう、やしこんなんみんな好きやと思うから TikTok とか切り抜きバンバン上げてほしい。あげてもらえる人は次でか。視聴者が持ってきた質問を見ずにとかでもいいよね。全然いい、ね、インスタで募集したやつとか。いいねいいねいいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。